前回に引き続きすぐ、また撮っております。ちょっとかなり、時間がかかってしまいそうだったので、かなり無理やり止めてしまって、なんとか霧のいいところまで行きたいというか、行かないと多分セーブされないので、すぐにやっていってます。やっぱりね、前のちょろっと見直したんですけども、本当にやり直したい内容で、見つかりませんように。やり直したい内容でしたね。本当はね、見つかってもサクサクと敵を殺して進めていけたら一番いいんでしょうけど、てか皆さんね、そうされてると思うんですけども、音折れた。何分ね、自分はできないわけですよ、やっぱり FPS というか。しゃがんでる、しゃがんでる。あ、危ない危ない危ない、危ないよ。見えないの、こんな目の前に。お前の負けだ、やってもらうぞ。ここで見てるからな。そこにしゃがむ。正面向いて、お願い、黙ってフィルターはないかな。ない。あ、なんかフィルター心配ですね。何これちょっとどんだけ箱開けさせんだよ。もう弾薬か。あ、そこだね。でも誰か入ってったよね今。あー、危ない。何やってんの。運動してんのね。あ、いける。消して。いません、いません。ふざけてる。まだ続くのか。なんださっきのアコーディオン。陽気な音楽流れましたけど。君の悪い場所だ。駅から近く。またね、ライトが。サーチライトもあって、仲間も周りにいるが、クモの巣から聞こえるカサカサって音だけで。ライトがあるな。なんで巣を燃やさないんだ。あのライトは？いつもやってるさ。だが数週間も経てば、奴らのせいでまたクモの巣まみれ。人？ええ、本当に厄介な連中だ。ゲートを溶接して封鎖しちまえば済むんじゃないか。急いでベニスに行くときはどうする。どうやって行く気だ。列車でハンザの領地を抜けるのか。無理だね。唯一の方法はあそこの見張り番をだな。あ、忘れてた。早く。あ、なんかある。危ないね。
ね。隠れて隠れて、見つかりませんように。なら何だ、知るか、人間のようで大きな不安と思う。見つからないかな、これじっとしてればいい。心配するな、6時間も見張ってたらおかしな体験だってするさ。うん、かもしれんが、部品と食料を盗んでるやつがいる。きっと俺たちの中の誰かだろう。ハンザに売りつけてるのさ。オッケーオッケー、とにかく今の話は上の連中に聞かれたらまずい。シャドウするぞ。オッケーオッケー、危ない、危ない。もう早く、もう早く、もう、フィルター大丈夫？変えとこうね。うん、変えとこうね。うん、変えといた方がいいね。方向合ってますね。やっても大丈夫かな、こいつ。一人かな？静かに。静かに。フィルターはないかな。あ、なんかちょっとだんだんフィルターが心配になってくる。こういうの乗れない？ダメ？行っていいかな、これ。あ、なんかちょっと見たことあるような。え、なんか変な声する。オッケー。あ、でもモンスター出てくるかな、これ。あれ？あれ？こっち？こっちだ。何ここ、つけない方がいいかな、まだ。使うときは、なのかな。うわ、嫌な声しますね。おー、なんだろうか。いけるんだろうか。いけない。なんかね、あれは気持ち悪いの。死体とかあるよ。あれ間違った？え、こんな、あ、あれ違う。あ、あれ、あれ、狭いとこ嫌い、狭いとこ嫌い。あれ間違った？大丈夫？動くな、さもなきゃ頭をかち割るぞ。見つかったじゃん。ちょっと待て、アルちゃん、お前なのか。誰？古い知人の鍛冶屋のアンドリーを通じてオーダーに報告書を。ああ、よかった。少なくともこれでよかった。まだ生きていじゃなかった。任務は完了していないが遂行中であることをミラーに伝えられる。ああ、怖かったな。ああ、
だが手を貸してやろう。俺には友人がいる。そしてそのまた友人がお前の話をオーダーの連中に伝えてくれる。お前はポリスに帰らなきゃならないんだろ。ここはどこも封鎖されていて直接行けるルートはない。だがオーダーの前哨基地が近くにあるはずだ。そこは地表の湿地帯にある教会だ。そこに向かえ。お前の仲間に話を伝えられたらそこで会えるだろう。湿地帯にある教会、教会に向かえと。こっちは人生の再出発だ。クズネツキーモスト駅を捨てたのさ。裏切り者やスパイを探し回る共産主義者に完全に破壊されちまった。人々は収容所に送られるか撃ち殺された。これから起こる戦争のせい。ほっとする。みんなクズネツキーモストとレッドライン全域が避難している。共産主義者の走行列車を見たか。こっちもあるものを作った。難民が持ち込んでくる物資を使ってな。植物育ててる。見てくれ。お？車？お？こいつさ、かわいいだろ？みんなに人気のアイドルなんだ。おお、なかなか。難民を逃がすさに役立ってくれた。なかなかな作り。全員を救うのは無理だ。だからお前が使え。ベニスにも俺たちの仲間がいる。いい。向こうに着いたらウッドペッカーにあってこいつを置いた場所を伝えてくれ。なんもないかな。さあ乗れ。乗れるかな。乗りこなせるかな私に。何してる。早く乗れ。ごめんごめん。よし、エンジンをかけろ。オッケー。こいつはまだ手直し中で制御は完璧とはいかない。だがライトは一級品だし、スパイダーバグがまとわりつく心配もない。連中はこのトンネルの先にうじゃうじゃいるんだ。さあ行け。先は長いぞ。時間を無駄にするな。いいのかな。行っちゃって。サンキュー。これどんどん進んでいけばいいのかな。降りたくないな。いるね。いるね。いるね。無視していいのかな。やっぱり殺していかないと。あお。おお。これ降りないとかな。でなんか、あ、開く。動きません。動きませんね。動きませんね。そっちさ行けと。あ、マスク、マスク十分あるってことかな。本当に不安だな。行きますか。今度はね、またこれかい。マスクじゃなくてフィルターもあった。すいません、不安なのでライターもライターもつけてきます。あー気持ち悪いでも間違った。逆さまになってから、逆さまになってから、でも
やばい、すごいいる、すごいいるすごいいる、すごいいる。逆逆逆逆、どこ見てんだろう。行き先確認したいな、行き先確認したいな。でもそうするとね、結構来るな今回。しかない。いないな。素早いな。素早い。素早い。うわあ。え、なんだこれ、しぶとい。ほんとしぶとい。ダメですよね。ダメですね。出ちゃダメなんですよね。この中での方角はやっぱりそっち。こっちですね。あれ違う。いいのがあった。ちょっと待ってね。え、ここか。最終的にここに来いと。ということはやっぱり結局またね、奥にね行かないと。全く本当にね、もう殺虫剤くれって感じ。いけないか。うるさい、もう。なんでもう。こいつ追ってると本当方向が分かんなくなるんだってば。ひっくり返れ。足元ぐるぐるで、もうあー OK。 はい、どこ今。進ませてよ。
進めないじゃん、全然。来た来たよ、オッケー、奇跡的に奇跡的に来ました。ずっと喋ってませんでしたけど、ここね、行けたらすぐなんだけど、何もなかったかな、アイテムは。多分こっちかな、こっちかな、多分こっちだね。はい、来た、はい来た、はい来た、はい、うるさい、はい、うるさい。マスクは大丈夫かな、ちょっと不安なので大丈夫、 OK で、あ、これをガチャンと、オッケー、あー、よかった。やばい、あ、じゃあモスクじゃなくてマスク持ってた方がいい、持てないかな、そういうことじゃないのか、よく意味がわからない。やっぱり乗り込んで、パツでエンジン、ゴーゴー、どっち？こっち？ゴーゴー。あ、あいつが雲じゃない、もう。これどこまで行けんのかな。うん、あ、びっくりした。あ、行き止まり。いける？うん、まっすぐ行けとなりますね。あ、いけるいける、いけてるかな。いきなり重いですけど、あ、びっくりした、超びっくりした、超びっくりした。うわ、そっか、どこ、あ、こっち、もうやめて、やめて、やめて、早く早く、ちょ、近い、みんな近い、もう忙しいな。待って難しい。来てる。あー、もう外すしね。来て。オッケー。あー、危ない。危ない。来るよね。逃亡してるから。当たんない、やっぱり得だと当たんない。間違った、戻っちゃいますね。ちょっとフィルター、
これちょっとゼーゼーしてきたら気をつけないとダメですね。ここ何これ、これってことじゃなくて、どういうことでしょうか。これなんでしょうか。これを、これこれなのっていうか関係ある。これに乗らないといけないのかな、そういうこと。ちょっと下がる。これをどうしろと。なんだろう、これをどうするんだろう。これで多分ね、こっち向きにしろってことですよね。撃つ。うん、違う。ダメだね、ダメだ。ん？どうやって向き変えるんですかね。どうやって向き変えるんだろう。変え方なんか分かんないっすよ。ちょっと。何も指示出ないよね。やばいなこれ。やばい。あ、なんだよ、変えられんじゃん。もう。やばいな。マスク外しちゃった。変えた？あれ？あ、オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー。お、ジェットコースターみたい。お、お、あ、え、勢い良すぎたかな。あ、あ、よかった。ここで切り替わる。あ、今回もすいません。ちょっと長くなってしまいましたね。彼らは数時間ほど先に進み、頻繁に使われているトンネルを。そうだ、パベルを追ってたんだ。だが追いついてみせる。そうするしかないのだから。そう、追いついてね、ちょっと一発ぶん殴ってやらないとっていう感じですよ。はい、次も頑張ります。エポエポでした。